始まりました、リハノメチャンネル、第5回目を迎えます。皆さんこんばんは、司会の張本です。こんばんは。本日は、体育会系が幅を利かす理学療法士の世界でオタク系の僕たちはどうやって生きていけばいいのかという壮大なテーマをもとに、有限会社リハプラスの辰川仁先生をお呼びいたしまして、代表取締役の辰川仁先生をお呼びいたしました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。有限会社リハプラスの辰川でございます。はい、このテーマ需要あります？これ特定の層からもめちゃくちゃもう頼む。この文系理学療法士を何とかしてくださいっていう思いをね、僕は受け取って今回始まったんです。これなんかいつもと違う緊張感僕ねあるんです。今日3時入りですからね、ここね。もう拘束時間が半端ないですよ、はい、勝てか、自分で勝てか、ね、ちなみにですね、辰川社長との話を言いますと、まずもうたっちゃんって言うんですよ。で、たっちゃんには、ね、もうほら見ても、まずたっちゃんの会社がうちの会社ジャックしてるから、これリハプラスの、ね、もうこれを持ってくるのにもわざわざでかい荷物でね、今日来ましたからね。そうで、たっちゃんは実は第3回の松井先生と同級生で、意外なことに、そう同級生です。しかも年は松井先生の1個上そうですね、1個上、僕の方が年上ですよ。そうですね。で、この松井先生の時の僕の直立不動感と、このいやたっちゃんさーっていうこの気楽さの楽さが自分でもすごいなっていうありがたいことですよね。なんかこのなんだろう、はい、垣根を取っ払ってくるね。はい、はい、ありがたいです。ただまあこれはちょっと、まあ、たっちゃんには申し訳ないんだけど、すごくいろんなところでシンパシーを感じてました。はい、で、まあ、そういったところで、まあ、今回こういったね、ところで僕たちはどう生きていけばいいのかっていうところでね、やるんですけど、ちなみに辰川社長からの今回の お土産でございますね。今回のお土産が、私、ガンダムのマーク2を、マーク2のガンプラをいただきました。はい、あれですね、神指弾が最初に乗ってる機体でございますね、ゼータの前に。はい、森口博子のテーマソングをね。はい、ちなみにたっちゃんは、これね、はい、これたっちゃん。これダブルゼータ、はい、バージョン過渡期、ね、はい、素晴らしい、これ仕上がりになってますが、これ自分用でございましてね、わざわざ自分用に買ったものを自慢のためだけに、でかい荷物、はい、担いで持ってきたというね、今日はこういう感じでね、はい、まあ、これお互い完成させたら一緒に遊ぼうっていうね、そういう趣旨でございますんでね、一緒にガンダムごっこして遊びましょうっていうね。わかるわかる。作った後にポーズ作って遊べるの。今日タイトルは何でしたっけ？タイトル、体育会系が幅を利かす理学療法士の世界でオタク系の僕たちはどうやって生きていけばいいのかと。僕たちはどうやって生きていけばいいのか。うん、そう。この場合僕たちって誰ですか？君と僕や。君と僕や。まあ、いろんな今日どんな切り口で話しようかなって、まあ、いろいろ悩んでるんですけど、まあ、まずね。ガンダムがあるから、ええ、ガンダムがあるから、ええ、ミノフスキー粒子の話をしよう。多分需要ないですよ、それで。ミノフスキー粒子ね。ミノフスキー粒子ね。知ってますよ、ミノフスキー、ね、ミノフスキー博士がね、そう、ロシアの開発した、ね、そう粒子ですよ。そう、だからミノフスキー粒子が散布されるとさ、だから通信障害が起こるだろ。そうです、通信障害が起こるだろ、ね、でレーダーに映らない、そうレーダーに映らないもんだから、だからモビルスーツへの肉眼での白兵線が成立するんだよ。そうなんですね。これを成立するためにそういう設定が存在するというね、そう壮大な嘘でございますけどね。だから俺はいろんなところ言うんだけど、いい SF とかホラーっていうのは嘘は1個だけ。この前のガンダムの中ではミノフスキー粒子だけが嘘だから、だからここ昭和のおっさんだからさ、今若いのはさ、ウィキペディアでまず調べるだろ。はい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 、俺らこのミノフスキー粒子の説明はプラモデルの解説だからね。プラモデルの解説を見て、ね、僕ね、ガンダムセンチュリーっていう当時出てたね、別館、アウトが別館で出した雑誌があるんですけどね、はいはい、それを見てね、書いてありましたね、スタジオヌエが監修したやつでね、非常に緻密なね、はい、今の SF 交渉のムックの先駆けになったやつでしたよね、はいはい、それでね、ちょっと感動したことがありますね、はい、まあ必要ですね、はい、僕、うん、いいですか、じゃあ言って、いいよ、僕ね、僕すごいね、張本さんと会って付き合いも結構そこそこ長いんですけど、うんうん、意外なのはね、もうこういう話ができる人だとはね、当初全然思ってなかったんですよ、うん、
もう顔怖いじゃないですか、ね、どっちかというとね、あの、はい、そのまさに体育会系、はいね、あのどうやって生き延びたらいいかって考えてるよりも、はい、どうやって袋してやろうかと考えてるようなタイプの方なのかなと思ってたら、さにあらずで、非常にね、僕なんかね、Facebook でやり取りしてるときにね、あの以前に、まあ、ラノベだとかいわゆるグインサーガーね、はいはい、張本さんがすごい詳しかってね、キャラクター誰のキャラクターちょっと言ってたか忘れたんだけど、なんだっけ、バレリウス、あ、バレリウス、そうそうそう、バレリウスが好きだっていう話を書き込んでて、はい、この人何なんだって思ったんですね、はい、この顔でグインサーガーっていう、まあ、グインサーガーの解説するとあの今は亡き栗本薫っていう小説家が、ね、1巻から100巻まで続くっていう、壮大な小説を、ね、作って、まあ、ギネスにも申請されてるんだけど、はい、その栗本薫はまず100巻で終わらなかったっていうのと、ね、ほんで120巻ぐらいのところでまず栗本薫が、亡くなったあの100巻から始まってるって感じですか、むしろで、まあ、そういうものが分かる人だとちょっとあまり思ってなくて、ね、僕の中ではすごいそれが、まあ、意外というか発見というかね、うん、で今回まさかこのテーマでね、うん、名古屋まで呼ばれると僕も思ってなかったんで、まあ、そういう意味ではなんか非常にこう、うん、あの見た目キャラ全然違うんですけど、はい、あのシンパシーはね本当にこう感じるところがあって、はい、まあ、一度ちょっとゆっくりこんな話もしてみたいなってね、うん、今日は嬉しいですよ、ちょちょ 意外だったのが、で今日事前の打ち合わせとかでね、でたっつぁんといろんな話をするんだけど、意外と好きなものが被ってないんだ、ちょっと年齢的にも7年、うんね、ちょっと外れてるっていうのもあったかもしれませんけどね。でだからたっちゃんがめちゃくちゃ深く掘り下げれるテーマっていうのが、俺は、じゃ一般教養としては知ってるよ、一般教養としては、それはあのダブルゼータの成立とかね、そういうものとか、あの、なんか単円ガンダムの比喩はいらないとか、そういうものはあのちゃんと一般教養としては持ってるけど、ただたっちゃんが深掘りできるテーマが俺ができなかったり、逆に俺が深掘りしたいテーマをたっちゃんが、そこがちょっと意外と僕も不思議だったんだけどね、うん、俺今日だからどうしてもしたかった話が、あの君の名はとこの世界の片隅にの話をすっごいしたくても手ぐすね引いて待ってたどっちも見てない、どっちも見てない見とけよって、ね、びっくりしてさ、テーマ聞いとけ、最初に見といたんですけどね、僕昭和のオタクですからね、僕43年生まれですからね、意外と言うね、年なんだよね、そう、僕のね、オタク遍歴で言えば、うん、やっぱあのガンダムが、うん、あの小学校の時に始まって、うん、まあ、最初見た時に、まあ、これなんだっていうところからこう始まって、うん、まあ、あと当時ほらここにもありますけどね、ガンプラね、まさか小学生の僕はね、自分が50万円になってまたガンプラ買ってるとはちょっと想像もしなかったんですけど、ね、びっくりしますよ、50になってこれかよっていう、進歩してねえじゃねえかよっていうね、そんな感じはあるんですけど、まあ、そこからね入って、まあ、当時ガンダムが好きなのかガンプラが好きなのかちょっとよく分かんないぐらいですけども、ね、まあ、その後にですね、やっぱりあのマクロスですね、高校上がった時にあの1982年なのかな、マクロス始まったの、うん、81年か82年か、うん、やっぱその時見た時のね、やっぱ衝撃はね、やっぱすごかったですよね、うん、あのマクロスってあのガンダムを見たファンになった世代の人たちが制作した、うん、あのアニメなんですよね、まあ、当時ガンダム面白かったんですけど、まあ、SF というよりもどっちかというと戦機ものと、まあ、戦車とかあの飛行機が航空機 があのロボットになったっていう雰囲気のものなんですけど、マクロスはその設定とかがすごくこう SF 的な部分が入ってたし、まあ、説得力もはちゃめちゃな話なんだけどすごい説得力あったし、なんかあの当時のアニメの同人誌がすごく本格的になってテレビで放送できたみたいなね感じなんですよね、でここでまた誤解を取り上げたいのが、俺はマクロスは一般教養としては抑えてるけどマクロスに思い入れがそこまで深いものが俺はないんだよ、ね、でこれはもう始まる前にたっちゃんにも言ったんだけど、俺はまず林民名がダメなんだよ、林名がダメなんだよ、ね、あのそこはなんとなくね、あの分かる気がしますけどね、当時ね、なんか神経逆なでするとこありますね、そう、私の彼はパイロット言われても困るやん、ね、さっき私の彼はセラピストとか、ね、言ってましたけどね、あのそうそう、そのマクロスね、はい、そのマクロスの中にね、はい、あの一条光っていう主人公がいるわけなんだけど、うん、はい、ね、この主人公がですね結構あの作中の中でオタクという言葉をね、うん、連発するんですよね、うん、まあ、そこからね結構あのそういうマニアというか ね、そういう人たちのことをちょっとオタクって指すようになったような、うん、まあ、そんな気が僕はしてるわけですよね、うん、まあ、その中でだからもうオタク世代的にはドストライクなわけなんですけど、うん、そのオタク的なあのドストライクな人が何をまかり間違ってか
これ、理学療法のね、学校に入っちゃったわけですよね。理学療法士 ね。体育会系バリバリの、ね。いない、これ見てる人もさ、だってさ、同級生がさ、暴動行こうよとか言われてもさ、暴動って言うんですか家で、ね、家で本読むよっていう人いなかった、これ見てる人。ね、いやもう僕がそもそもね、この業界に入った最初の取っかかりっていうのは、うん、僕はもともと工業高校出身なんですけど、うん就職するときは、まあ、水質検査の会社に入る予定だったんですね、水質検査の会社にね、うん、でそれがですね、なぜだか分からんけど、僕の年だけすごく円高で、うん就職先がもう全くなかったんですね、はいはいうん、で、まあ、どうしようかなと思ったときに、うんまあ、検査技師の仕事っていうのをちょっとなんかの雑誌かなんかで見て、うんまあ、なんか吐く息でこう試験管をこう回してるっていう感じがあって、うんまあ、これだったら、なんか今僕がやってることに近いかなと思って、うんまあ、検査技師の方へちょっと行こうかなと思ったんですね。うんうん、そしたらうちのおふくろが、なんか結構、まあ、先見の明があることか分かんないんだけど、うんまあ、検査技師の人、ごめんなさいね、検査技師の仕事って結構オートメーション化されるから、ちょっと大変になるんじゃないのっていうことをうちの母親が言ったわけですよ。うん、で地元の方になんかリハビリテーション、理学療法リハビリテーションの学校というのが最近できたらしいので、うん、そこを受けろっていう話だったんですね、うん、福井でしょ、福井の方、福井でしょ、ねうんね、で僕はもう全然当時リハビリテーションの意味もわからないし、理学療法なんて全然わからない、うん、おそらく当時ですね、全国でまだ5000人いない頃だと思いますね、はいはいうん、PT が5000人来てたぐらいだと思います、はいうん、でその時にこう入りました、うんうん、で、まあ、入った時からして一体これ何の学校なのかってほぼほぼ意味がわからない状況でやってましたね。気持ちわかるわ、ね、もうで僕の親戚にそのリハビリテーションの学校に入ったって言った時に、はいはい、僕の親戚がお前そんなに犬が好きだったのかっていう話をするんですね、うんうん、いやなんで犬の話なのってなった時にいやリハビリテーションの学校って盲導犬の世話する学校だろって言われたんですね、まあ、当時リハビリテーションのイメージがやっぱ身体障害の方とかね全盲の方の支援っていうところでまあまあそういうイメージが多分あったのかなと思いますね。でもそういう時代ですから僕自身も全然分からずにまあ結構1年目なんかモチベーションがもうだだ下がりでもう雨が降ったら学校に行かないもうひどい状況でしたけどね。笑い話であるけど、タッツァンに、タッツァンさ、実習の時に、お前は理学療法になっちゃいけないって、バイザーから言われたって言ったら、言われたって言って、俺も言われてんだよ。もう何回言われたか分かんない。そうそうそう、ね。お前だけはなっちゃいけないぐらいの。ね、あれ、面白いになっちゃったね。ねそうなんです。でちなみにさっきほら、オタクの話して、もう僕、当時、その学生時代から、うん、いわゆるビデオとか漫画とかね、はい、そういう、はい、ボードゲームもすごい好きだったわけですよね。はいはい、で、僕、そういうのがね、やっぱりこう、自分からね、離れてね、うん、あるっていうのがね、うん、ちょっと、考えられなくて、うん、で福井の方の養成校行った時もですね、全部運びました、うん、もう2トントラックでね目いっぱいっていう量でしたね、はいほんでアニメを見たいがためだけにねソニーのトリニトロンのね、はい、26型のね、うん、テレビ当時でかいです、うん、液晶テレビないです、ブラウン管で26ですからね、うんうん、でかいそれを持ち込んでね、うん、もう両サイドにはオーレックスのねでかいスピーカー、はいはい、そしてヤマハのですねサラウンドシステムのね、はい、これまたサテライトスピーカー全部アパート狭いアパートに全部持ち込んで、ね、それでマクロス見るんだそうそう偉いことになってましたね当時ね、まあ、そんなところでね生活してましたね、はい、当時はね、まあ、片身狭かったろ、ね、オタク料理につきますあそう、ね、でちょっと話してたじゃんで、ね、外出れるようになったって言ったああそうそうそうなんですだから当時ねまあオタクがねなんでオタクかって言ったらやっぱり自分の部屋ですよね、うん、自分の部屋がねやっぱ一番いいところですよね、うん、それは、うん、自分の部屋以上にいいとこなんてないっていうのが当時僕の考え方もあったわけですよね、うんうん、だからあんまり外行きたいとかね、うん、思わなかったですね今の僕からちょっと想像つかないかもしれませんけどね、だからアパートから休日もほぼほぼ出ないっていうねまあ、そういう感じがあったわけなんですけど。あれだろ、台湾。ね、ただね、台湾行くのも時代はね、ありがたいことにね、まあ、当時学生時代は想像できなかったけど、うん、デジタル化されていってですね、どんどん例えば本にしろ、ビデオにしろ、もう今スマートフォンに全部入るじゃないですか。うん、でも、クラウドで全部保存もできるじゃないですか。うんうん、そうなったらですね、もう自分の部屋にこだわる必要がなかったんですね。うんうん、要するに、オタクからね、お外へ行くようになったんですね。はい、はい、はい。それが今の僕なんですね。まあ、名古屋まで来てね。ね、名古屋まで来てね。もう昔の僕考えられませんね。うん。まあそうこうやってね、オタクでやっぱ数もマイノリティで少なかったんですけど、はいうん、まあ僕自身はでもね、自分のことも含めてやっぱなんでしょう。
マイノリティが活躍するのってね、うん、気持ちいいんですよ。だから それがリハビリテーションの、なんかあのたっつぁんのリハビリテーション感の根底だよねっていう話。そうですよね、うん、あの障害があったり、あるいはご高齢の方が周りからダメじゃんって言われたりする中で、うん、本人も諦めてる中で、うん、いやでもそうじゃないと、また別なストーリーがあるんだということで活躍する、うん、僕の中ではこれはすごく痛快な出来事だったりするわけなんですよね、うん、意味のあること。そうですね、はい、うん、まあ、ただそれは後になってからですけどね、うん、もう当時はね、もう体育会系の先輩とかね、もう周りも体育会系のね、うん、松井君もだいぶ体育会系ですからね別にいじめられちゃいませんけど ね、ね、絶対合わないでしょ。松井君が僕と一緒にガンダム見る姿想像できないでしょ松井社長が。これがもう関係性が面白くて、たっつぁんは松井先生のことを松井君って呼ぶし、俺は松井先生のことを松井先生って言うし、たっつぁんのことはたっつぁんなんだ、ね、この力関係がおかしなことになってて、そうね、うん、なかなかもう面白いところですけどね、うん、まあ、ほんでね、当時そうそう、で実習もね、もう苦痛でしたね、うん、で実習の時の苦痛を紛らわすためにね、昨日フェイスブックに上げたんですけど、うん、当時ソニーが出してた、うん、ハイエイトの、はい、あのモニターと一体になってるあのビデオウォークマンっていう、うん、あのやつがあるんですよ、はい、ビデオウォークマンね、はいはい、でまあ、ちっちゃいビデオあのテープを入れて、うん、ちっちゃいモニターにそれを映ると、うん、まあ、そこにですね好きなアニメを入れて、はい、ダビングして、うん、実習先持ってってたっていうね、まあ、あの当時見てたのはあの庵野秀明のね、あの不思議の海のナディアとかね、はいはいはい、もうそれを撮ってね、あれナディアってそんな頃実習やってる時やってましたね、僕がね、うん、多分3年の時くらいかな、3年かそれぐらいの時だと思いますね、もうそれを持ってて、うん、まあ、せめてもの心の慰めにしてたっていう、ね、うん、まあ、ナディアなら大丈夫だね、慰めになるね、うん、そんな感じでした、まあ、そうそうそう、今日あのだからあの今日はあのいつもの多分100倍ぐらい緩い感じでいくんで、あの質問とかあったら、あ、ね、あの志垣とかあの豊原さんとか、ね、ファイナルファンタジーのことどう考えてんだとかあるんだったら、あのちょっとね、ここにあのコメントいただければ、はいはいはい、ちなみにたっさんはファイナルファンタジー全く言ったことがない。ドラクエ派やったんですね、当時からね、ドラクエ派、もうちょっとあの天のデザインがゲームになるっていうのはちょっと僕の中では当時ちょっとなかった、はいはい、まあ、それはどうでもやらないんですけどね、はい、まあ、そうやって実習も行ってましたね、はい、だけど、まあ、もう本当に苦痛以外何も出ない実習、うん、でしたけどね、うん、今以上にもう体育会系でも畳職人かっていうような感じの世界ですから ね、 あのさ俺理学療法士の臨床実習は俺あれ憎しみの再生産の場だと思ってるからあの自分たちが受けたもんだから今回実習来て変わるじゃん、俺すごくいいことだと思うのよ、ね、どうなるんですか ね、うん、でもあれはやっぱいい方に変わらないといけない、はいはいはい、ね、修行、うん、あの学習が修行になっちゃいけないと思うから、はいはい、いやまさにそんな感じね、うん、特にねオタクな私にはもう修行の場でしたね。で今日ちょっとあのここの始まる前にあの張本さんともね話してたんだけど、うん、僕実習中にですねあのマップ絵を描きましてね、はい、ここに地球を描くわけですよ、はい、でこっちにあのイスカンダル、はい、わかります、宇宙戦艦ヤマトのイスカンダル戦の絵を描いて、はい、ヤマトをね紙で切り抜いてね、はい、こう貼るわけですよ、はい、で実習が始まったところが地球出発で、うん、まあ、あの実習期間にこう切ってやってね、うん、こうヤマトを1日1個ずつこう進めるわけですよ、ね、うん、ヤマトの工程を自分にかぶらしてね、はい、この辛い実習を乗り切ろうと、うん、もうヤマトのクルーも頑張ってるんだっていう感じでね、はい、やってたわけですよね、はい、まあ、僕なりのマネジメントなんですけどね、それはね、俺臨床実習で思い出すのが、臨床実習の時に、実習で行った老犬がバイオハザードっぽかったからずっと一緒に行ったやつと一緒にバイオハザードごっこやってギラギラ笑ってた。なるほど、キャタツをこうやって押すんだ、そういう楽しみを見つけてたわけですね。素晴らしいですね。ひどいな。素晴らしいですね、ね、まあ、そうやってね実習をこう乗り越えてたわけですよ、はい、ですからね、はっきり言って当時あの私がですねリハビリテーションの会社を作って社長になって、うん、そんなことをやってる、まして、ね、台湾行ったりとか台湾でちょっとうち の、 あの従業員と一緒に、うん、あのセミナーもやらせてもらったんですけども、うん、そんなことをやるなんていうことはですね、当時ドラえもんが僕の目の前に出てきて、うん、君の未来だよって見せても、うん、絶対信じなかったですね。信じられない ね、うん、それぐらいあの未来というのは皆さんわかりません、ね、だから今自分の将来ちょっとね大丈夫かよって不安な人いるかもしれませんけど、うん、未来はもうあなたの予想を上回りますよ、はいはい、これは、はい、本当に予想つきません、予想つかない、びっくりです、僕自身がびっくりしてますからね、うん、俺もびっくりしてるね、うん、
まあ、では言うものの、でもその中でね、やっぱあの当時の患者さん、ちょっといわゆるケースになっていただいた人のやっぱ言葉かけとかね、まあ、そこはね非常にありがたかったですね。あの病気の人、障害の人もいる中で、本来なら自分の、ね、体のことの心配で頭精一杯なはずなのに、まあ、当時出来の悪かった僕のですね、まあ、食生活のことを心配してくれたりね、まあ、そういうちょっとこう大丈夫かよオーラがバンバン出てたと思うんですけどね、まあ、そういう中でねすごくこう、まあ、励まされたり、で、ね、あのさ、理学療法士っていう仕事は面白いって思えたの？うん、正直1年生の時はね思えてなかったんですね、うん、1年生っていうのは学校の？そうそう、学校のね、はい、あ、いや、働いて働いて、働いてから、あの、うん、働く前にはね僕はね面白いと思いましたね、うん、でさっき言ったみたいに、あ、自分の仕事はこういう人たちを応援して、うんうん、こういう人たちになんていうかな活躍してもらうというかね、うんうん、あの生きててよかったなって思ってもらえる仕事なんだって思った時に、そのためにあの解剖整理の知識が必要だったりとかね、そこで初めてつながったんですね、うん、でそれまでなんか自分別に手術するわけでもないし、お医者さん、うん、ドクターになるわけでもないのに、うん、なんでこんなあの骨の名前とか筋肉の名前とか神経の名前をたくさん覚えなきゃダメなのっていうところがあんまりこうつながってなかったんですね。あとね、僕はね、あの自分がすごくこう世代的についてるなと思ったのは、うん、僕たちの先輩というのが、まあ、フィールドワークも含めて本当に当時リハビリテーションをすごく体現してた、うんうん、例えば障害のある子どもさんと一緒にキャンプ行ったりとかね、 あるいは学校に赴いてね、あの玄関とか、あとトイレのことを見たとか、うん、見たりとかってすごくこう熱心にやってて、僕それ見てて、あ、僕たちの仕事って病院の中だけで完結しないよね、施設の中だけでダメだよねってことを、逆にさ、ね、ルールが緩かった時代ってさ、うんうん、そういうあの走りたい人はそう、ね、うわーいけたじゃん、うんうん、でもそれをね本当に僕ら間近で見れてた、うん、すごい貴重な世代だなっていう、うん、今でこそ感謝しますね、うんうん、それはよかった、ラッキーだったよね。そうなんですって、うんうん、じゃあちょっとタッツァンにですね、ちょっと、うん、聞きたいんだけど、あの、ごめん、あのタッツァンの解説する、僕のタッツァンの人物表っていうものは何かっていうと、あのタッツァンが羨ましいなって思うのは、あの、人と争ってないんだよね、争ってないっていうか競ってないっていうのかそれいいとこなんですか？いいとこ、すごくいいとこ、あの、ただこれ俺とかさ、僕はその会社を大きくしないと不安っていう自分の弱さと戦ってたりとかね、あの力がないと怖いっていうのは、これ明らかに弱さだから強さじゃないから、これ強い人っていうのは別に自分が弱いまんまでも大丈夫なの、別に弱いって言ってんじゃないんだよ、あのただたっつぁんのその、 ある意味達観してる、人は人、自分は自分、誰とも争っていないっていう、あの自分の作りたいものを作る、争う必要がないっていう、はい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 、まあ、そうですよね、まあ、さっき言った学生の頃から結構マイノリティで、あの今でこそオタクだのマニアなどっていますけど、僕ら田舎の方だったら本当にそんなんは珍しかったですよね。で当時インターネットもない時代で、まあ、そういうコミュニティに参加したりとか情報交換もできないわけですよ。ちなみに当時ね、僕ら田舎であのテレビ放送なんてね、 NHK 除けば民放2局しか入らないんですよ。2局、福井ってそうだった？そうです、びっくりするでしょ、2局だけですよ。でそんな中でアニメなんて見れないわけですよね。でちょっとまあいろんなつてからですね、うん、いわゆるあのダビングしたビデオテープをね、はい、送ってもらって、はい、それを一生懸命見るわけですよ、はいはいね、はい、それがもうすごい楽しみなんですね。マクロスとかね、マクロスとかね、俺ね、これ俺話してるんだけど、僕の同級生のやつがね、山口出身のやつが、どうしてもあの山口でマシン英雄伝渡るを見たかったけど、はい、テレビ放送がないからFM で音声だけ聞いてたっていう話とかね、なんか悲しいね、田舎の悲しさですよね。インターネットないんですから、はい、しょうがないんですね、はい、まあ、そのねビデオ、ダビングしたビデオをこう目を皿のようにしてこう見るわけですよ、何回も何回もね、はい、で、まあ、それもダビングして手元に置いときたいなって思うわけですよね、うんうん、で当時あのビデオデッキなんか高価なものですから、まあ、家の2台ないんですもんね、うんうん、で近くにですね、あの大きい、まあ、地元で大きな電気屋さんがあってね、はい、ビルがあるわけですよ、はい、でそこで大きい電気屋さんが、家電のビルがあって、うん、まあ、そこにビデオデッキが並んでて、はい、そこへ持って行ってですね、うん、まあ、お店の人に頼んで、うん、ダビングしてもさせてもらうわけ、うん、あるいは大きなモニターでみんなでこう、うん、ね、マクロスだのね、ザブンブルだのね、鑑賞会するわけですよ、はいはい、であのそのビルがですね、うん、実は今うちの本社なんですけどうちの本社ビルになってるんですね。だからこれもね、本当にこう運命って分かんないですね。当時高校生の僕はそこでアニメをね、こう嬉しそうな顔してダビングしたり見てたわけですけども、うん、将来自分がそこのビルで会社をするなんてね、うん、誰も分からない、夢にも思ってなかったですね、うん、まあ、非常に数奇な、ね、運命ですよ、そこのね、はい、皆さんの将来も分かんないですよ、まあ、本当にね、
タッツァンの、で、タッツァンとちょっと一回きちんと深掘りしたいなって思ってたんですが、タッツァンのリハビリテーション感っていうと、うんうん、人生の最適化っていう言葉ですか、はいはいはい、最近ちょっとそういう書き方ね、来た時ありますけどね。人生の最適化、うんうんうん、これ面白いなって思って、うんうんうん、どう、その最適化って何、どういう意味、うんうん、そうですね、うん、まあ巷ではリハビリっていうと今でもなんか運動するんだとかね、うん、治療するんだって、もちろんそういう側面もあるんだけど、うん、まあ、その人の人生の最適化ということを考えた時には、うん、まずその人が今現状の状態について、まあ、必ずしも満足していない、うん、要するにまあそれは障害があったり年老いたりか分かりませんけど、うんうん、今の私は本来のこれは私ではないなという部分ですよね、うんうんうん、まずそれがある。で一方で、まあ、客観的な指標としてのじゃあこの人の今の状況、まあ、体の状況、うん、心の状況、はい、生活の状況、はい、どうなのっていう客観的なやっぱり評価、はい、アセスメントっていうのがあった時に、はい、この部分の差っていうことですよね、うん、当然この差が大きければ大きいほど本人にとっては、うん、苦悩する、はい、悩むっていうことですよね、うん、でそれをですねやっぱ少しでもこう近づけていくっていうのが、うん、僕はその人にとっての人生の最適化だと思ってるし、これが僕の中ではリハビリテーションだと、はい、思っています、うん、だからその人がまずどういうふうなことを自分らしいと思ってるかっていうことをまず知らなきゃダメだし、うん、一方で客観的なデータとしてその人の状況というのを知る、うん、この2つの指標がないとリハビリテーションは成立しないというふうに思ってます、うんうん、たっさんの人生の最適化って何？たっさんは最適化されてるの？いやだから人生の最適化っていうと、ね、うん、リハビリテーションを人生の最適化って言葉に置き換えたら、うんうんうん、これ俺ら自身の最適化を求められてるわけです。そうですね、うん、だから僕自身のことで言えば僕がもともと地元のいわゆる市民病院、うん、公務員だったわけですよね、うん、市民病院で、14年も席を貸していただいていろいろ学ばさせてもらって、うん、だけどその当時の僕はやっぱそうじゃないなと、うんうん、これからの自分はそうじゃないなということが思ったわけで、まず起業したっていうのは僕にとっての最適化の第一歩ではあったと思いますよね、はい、うん、でまあ、その中でもこれからどうしていきたいかっていう、さっきこれもね、張本さんとさっき言って笑われたんだけど、僕はもっと自由になりたいなっていうことそれ以上自由になってる、今度さ、志垣がさ、福井まで行って2人でさ、ドローン飛ばすとか言ってんだよ。ねえ、そう、大人のたこ揚げ。大人のたこ揚げ。大人のたこ揚げ。やってること、何一つ変わってない子供なんだそうです、でもそれはありますよね。さっきこれ、ガンプラなしで小学校、うん、小学生の時これ作ってたって話するけど、うん、このまま来ましたね。本当思うけどさ、俺本当思うけど、大人ってもっと大人だと思ってた。そうなんですよね。俺もっと大人のはず、うんうん、50になったらガンダムとか言ってないと思ってた自分がね、うん、バリバリ言ってますからね、うん、前より言ってますよ、下手すると。さっきからずっとさ、これ話する前にで俺と僕とタッツさんが深掘りできる話って何っていうところでさ、うん、やっと共通点見つかったのが、はいはいはい、大の大冒険なのね。いや、あれは ね、いい話ですよ。息子が、ね、2人いますけど、うん、男の子に読ませたい話ですね、これから先も思いますよ。でそこの中でずっと話があるのが、うん、たったと話したのが、結局少年漫画っていうのはプロットは全部同じなんだって、はいはいはい、ね、結局成長してピンチが来て、ね、昔の敵が仲間になって、はいはいはい、が永遠再生産されてるわけ、はいはいはい、ね、全部そう。ただ面白いのが、それでなんでプロットが同じだけど、うん、面白い話とつまらない話がこんなに出てくるのかっていう。僕はやっぱりキャラクターにね、うん、どこまで共感できるかなっていうところがやっぱりあって、主人公ポップだからね。そう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 、だから大の大冒険が僕の中では名作なのは、うん、やはりのポップというですね、うん、まあ、寄せない人に説明するとあれなんですけども、うん、まあ、結構どっちかっていうと、こういや大丈夫、ね、大丈夫、たっさん今日の話は大丈夫ですか。ついてこれないやつは全員置いてく、まあ、今日はついてこれないやつは全員置いてくから、まあ、まあね、そのポップという凡人がいた時に、うん、はいはい、やっぱり僕はリハビリテーション業界で言ったらポップですよ、僕は。まあ、特別な才能があるわけでもない、まあ、初期のポップね特別な、最後大魔導士よ。まあまあまあ最後ですね、そうだけど、ね、まあね、どっちかというと主人公を羨ましがったり、はい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 、ちょっと ね、ちょっと嫉妬したりっていうことで、うん、で自分は凡人で、はい、特に何の実力もないことを必死で覆い隠したりね、はい、で周りに悟られないようにして、はい、
ちょっとかどっちかというとこう逃げ回っちゃったりするタイプなんですよ、はい、僕はポップだと、はい、そのポップがですね、うん、勇気を振り絞ってこうレベルアップしていくわけですよ、うん、はいはい、ね、そして最後の最後にですね、うん、さっきね羽生さんって大魔導士というところで、はい、まあ、ボス戦の時にですね、はい、まあ、決定打と言えるようなやつをかますわけですよね。あのあれだ、あのカイザーフェニックス指でちぎっちゃうやつだ。そうそうそう、あの場面の気持ちよさね。まあ、あれこそがね、その弱みそだった主人、はい、自分がですね、はい、やっぱこうパッと花開く一瞬であり、はい、まあそこにですね、さっき言ったマイノリティの人たち、うん、本来なら弱い立場、冴えない立場と言われていた人たちが、うん、バンとこう主人公に並ぶ、あるいは場合によってはそれを抜いてしまう、うん、はい、瞬間じゃないですか。はい、ね、ゆえに僕は、大の大冒険は好きなんですね、はい、まあ、ポップの最適化ですね。あれはポップの最適化なんです、ね、本当の自分はそうじゃないんだ、まあまあまあ、はいはいはい、ね、わかった。だからポップはね、自分が単なる俺は卑怯者でいいんだと思ったらね、苦悩はないんですよ、うん、ああなるほどね、ね、そうそう、あなるほどね、そうそうそう、理想があって今の自分とあるもんで、あそこまで、そうなんですね、うん、成長のストーリーとして そうですよ、ね、そこに師匠がいたり周りの人たちがいて、やっぱポップはこう支えられて、うん、まあ、ケアですよね、はい、支えられてこう伸びていく、はい、ね、しかもその彼が伸びるだろうということを主人公というか英雄のダイはこう信じてはばからないわけですよね。あいつが言ったことだったら必ずそうなるんだっていうことを、はいはい、ボス戦の間際でこう言っちゃうわけですよ、ね、うん、あのかっこよさですよね、うん、あそこに僕のね、うん、そのマイノリティの活躍が集約されてますね。いや面白いよ。じゃあ大の大冒険は俺今でも読み返すもん。ね、読み返すもん、はい、あれは。はい、ね、今日何でしたっけ、あのそうそう、オタクはどうやって生き延びるかって話ね。まあだけどまあ、ね、いや、うん、生き延びる、うん、どう、まあ、うん、まあ、生き延びるっていうか、まあ、生きてきゃいいだろう。あのマイノリティの皆さん自信持ってください。必ず生き延びて活躍できる術があります。だからそれは、ね、だからあの戦力分析だよね。そうですね、あ、はいはい、自分が何、本当に言ってもしょうが、与えられたカードで勝負するしかしょうがない、うん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 、だけどカードは切るタイミングじゃ、自分がどんだから僕松井先生みたいになりたいなって思っても、うん、松井先生にはなれないなっていう、僕はあんまなりたくないんだけど。僕はあんまなりたくないんだけど、いや、すごいと思います。すごいと思いますけど、はいはい、なりたいかと言うと別になりたくないんだけど、あ、まあ、その意味でね、あのパラメーターが違いすぎるというかね、あ、まあ、同じ、まあ、あの職業が違います。職業、いや、職業同じやね。いやいや、あの、ゲーム的に言うとね、ゲームキャラ的に言うと職業が違いすぎるので、はい、そうだね。そうだね。ね、なれないし、なりたいかと言われると、ちょっと違う、ね、まあ、それは違うと、ね、やっぱり自分は自分の戦い方を研鑽するべきだなと思いますんでね。なんかそれちょっとあのいろんな若い人にも伝えたいけど、うん、あの人生の最適化っていうキーワードと、うん、自分が何を持ってるのか、セルフマネジメント、うんうん、何を持ってるのか、まさにね、うん、そうなんですね、あのブランディングとかそんな言葉に惑わされないで、そんな、うん、あの薄っぺらいないようなものをね、うん、あのさもあるかのように主張するんじゃなくて、でやっぱりまず自分が何持ってるかっていうところのもう大その前提 だろうけど、うん、あの自己肯定感大事ですよね、うん、あの自分は、まあ、こんなやつなんだけど、いやそれでもいいんだよ、何かいいもの持ってるはずなんだって、自分なりの戦い方があるんだっていうことですよね、うん、で、ね、俺ちょっと違うんだよそれ。お、違うの、うん、俺ね、違う違う、あのそう思えたらいいけど、ね、俺は何かいいもんあるんだとか、うんうん、俺はもうこんなどうしようもない自分でも生きていかないといけないからしょうがないじゃんっていう、あ、俺はそれとじゃあ、ね、諦めなの。なるほどね、あ、そう言われるとそれは僕もちょっとね、うん、まあありますけど、うん、そこで諦めてる中で、まあ、さらにじゃあもうしょうがない、しょうがない、うん、しょうがないっていうか、いや、いいとこあるよって自分に言い聞かせてるとこありますけどね、うん、いや俺もとても信じられない、うん、まあ、自分にいいところがあるの、自己暗示。はい、はい、うん、まあでもね、やっぱ戦い方ってあると思う、ただ、はい、自分のいいとことかね、自分が得意なこと、うん、自分の強みってなかなか自分じゃ分かんないよね。まあね、まあ、あ、まあ、かる人もいるかもしれないけど、ね、自分のことはさ見えないじゃん。うんうんうん、まさにね。だから対話で、うん、だから対話じゃん。うん、だから、うん、利用者さんとか あのゴール設定とかでもこれいろんなやつがね、何したいとか、ね、はいはいはい、どうなる、ね、そうそれは思いますよ。利用者さんにね、いきなり面と向かってね、初対面のやつがね、うん、あなた何が夢ですか、何がしたいですかってね、うん、そんな答えられないよね。答えられないよ、ね、そんなんね、自分答えられるのかそれっていう、ね、いや本当そう思います。だから、まして初対面の人にね、冒険王ビートデール・カーネギー、うん、
これ範疇ですか、なんか意見が、コメントが上がってるんですか、そうですね、ちょっと待ってね、コメント大きなビート、これは一体誰のコメントだ、しがきが、しがきしがきさんね、チロ、ごめんなチロ、それ俺ら範囲外もう昭和のオタクですからね、ちょっとあれだ、うん、新ね、だってタッツァンが新しいのが、俺はだって新しいのフォローしてるよ、ある程度、ね、ああそうね、俺ある程度フォローしてるよ、本当にね、もう昭和の作品をちょっと繰り返し見てるって感じなんですけどね、おっさんですから、そこは49ですからね、タッツァンが後期高齢者になる頃には、うんうん、もうデイサービスは、うん、デイサービスの基本は、うん、マリオ の、うん、大画面で、うん、おそらくマリオブラザーズの殺し合いが、そう、もしくはバルーンファイトで、ね、ファミコンとかね、あえてファミコンね、ファミコンとかね、本当にビデオとかいっぱい漫画見せてほしいですよね、漫画喫茶みたいな感じで、ね、そうなってるから、下手したらファミコンのコントローラーは丸ボタンじゃなくて四角ボタンなんだよね、そういう世代ですから、ね、いやだからもうオタクもね、そういう意味じゃマニアもね、生活文化でもう今後ね、そういうもう50ですか、さっき言ったみたいに、あと20年ぐらいしたらね、うん、そういう人入ってくるわけですよ ね、うん、そうですね、その時のこともやっぱりね、ちょっと考えてほしいな、だからさ、俺さ、ヘミで片手で扱えるコントローラーいるなってちょっと思ってる、はいはいはい、もうそういう需要もだんだんね、出てきますよね、片手でどういう風にやるのか、ね、うん、OT でガンプラ作りましょうとかね、あるな、ありだな、ね、あ、OT ガンプラ、OT で作業用でガンプラ作りましょうって、全然あると思いますよね、ガンプラはあるわ、うん、僕なんかのジグソーパズルしよっぽどモチベーションがありますよ、こっちの方がね、うん、あ、これだったら作るわ、ね、そうなんです、だからそういったことを分かろうと思うと、うん、やっぱオタク的なところも理解している人たちがセラピストの中で一定数いないとダメですよね、うん、なんかめっちゃ無理やりだな、めっちゃこじつけ感かもしれませんけど、ね、まあ、いろんな人がいますからね、ガンプラは組み立てたいよ ね、はいはいはい、楽しいよね、はいはい、ね、まあ、そうやってね、だからもうマイノリティでもいいのでね、人生もう本当に前向きで楽しまないとダメですよね、なんかもう、なんか完結論に向かってますけど、ね、まだまだ違う、さ、今日ちょっと話してたけど、うん、介護予防は目的じゃないじゃんっていう、そう、ああ、そうね、そうですね、俺、僕たちが真剣に考えなきゃいけないのは、うんうん、予防して何がしたいの、うんうんうん、ね、まさにね、うん、そうそう、介護にならないためにね、生きてるわけではないじゃないですかね、うん、いや、だから、この間、会社のことでたまたまうちの従業員と話してて、うん、いわゆる潰れないように運営してる会社なんておかしいじゃないですか、うん、それが目的になってるなんてね、まあ、そういう時も一時期あるかもしれませんけどね、うん、会社の目的が潰れないことっていうのはおかしいんで、うん、まあ、でも介護予防ってそれに近い表現ですよね、うん、介護にならないように生きてくださいっていうのはね、うん、おかしな話で、うん、で僕の中では介護予防っていうよりも、うん、介護って言葉よりもやっぱ患者っていう言葉が僕の中では結構引っかかって、はい、るのがあって、まあ、患者様をつけましょうみたいなのがあるんだけど、うん、あれもやっぱちょっとおかしいなって違和感あるなと思ってて、やっぱ患者の患の字って患ってる、患わしいっていうことですよね、はい、患ってる人様っておかしい、そんなもんに警鐘つけてどうするんだっていうことで、やっぱり僕たちやっぱみんな生活者になっていかなきゃダメなわけで、介護を受けててもやっぱ生活者であってほしいなと、患者になっちゃダメだなと思う、まあ、そういう中でですね、やっぱり予防すべきは患者予防かなと、うん、患者にならないようにするためには、ね、病気にはなってもいいんでしょ、そうです、病気になってもいいんですよ、病気にはなってもいいけど、うん、いかに自分を患者という、うん、そういう役割に、うん、浸っちゃわないか、あるいは周り の医療関係の人たちも、うん、その人を患者にさせないかっていう部分は、うん、生活者だよね、そうですね、必要だと思うんですよね、これたつさんともちょっとさっきの話ちょっと話したんだけど、うん、僕はすごくちょっと言葉の使い方で、僕のフィールドですごく違和感のある言葉の使い方っていうのは何かっていうと、うん、話をする PT が、うん、これを患者さんにやってあげたいっていう、うん、はい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 、ね、パターナリズムっていう、ね、部分が入ってくるわけですね、これは本当ちょっと考えてほしいんだけど、ただ、うん、僕らこれが自分たちのやってるのが介入なのか治療なのか援助なのかでおそらく変わってくるんだけど、僕らがやってるのは援助なのね、おそらく、そうですね、はい、ね、特に生活期、そう、生活期だと援助なのね、対人援助なのね、で援助っていう視点を考えた時に、こっちがやってあげたいって言って向こうはしてもらうになっちゃう、そうですね、まあ、その瞬間にいわゆるこう患者と、そうそうそう、まあ、治療者というか、そうそうそう、医療職の関係性が出来上がっちゃいますよね、主体はどっちなのって、そうですね、そう、そうですね、主体は相手にあるべきなのに、うん、主体はこっちになったらおかしいだろう、うん、そういうのはちょっとすごく ね、うん、感じるのよ、うん、だから僕いろんな意見はね、まあ、あってしかるべきと思いますけど、うん、訪問リハとかするときにやっぱり白衣を着て、うん、
実はうちの会社も当時は白衣は着てたんですけど、やっぱある時期からちょっと僕自身も違和感を感じるようになって、うん、白衣着て相手のお家に行っちゃった時点で、うん、もう患者さんと治療者の関係になっちゃうじゃないですか。でそれをね、例えば急性期の ICU とかね、はい、そういう一部病棟でならまあやむをえんにしても、うん、その方のお家の中でそういう関係性をこう無意識的にも作っちゃうっていうのは良くないなというふうに思ったんですね。だからまあもう全部ポロシャツになってますけども、はい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 、まあ、だからそういう意味で介護予防っていうところもやっぱそういう、うん、なんていうかな、負の役割というかね、うん、そういうことをやっぱりこう無意識的にもつけないようにしないとダメなんじゃないかな、うん、そもそもそういう受け身になっちゃうからね、肺炎が進んじゃったり生きる意欲なくしちゃったりする人も増えてくるわけだよね。そうなんです。はい、なんかコメントがおっとっとっと、はい、コメント来てますか。コメントが、まあ、今回でもね、僕このテーマでね、どれくらい需要があるのかってすごい心配でね、なんかめっちゃいっぱいある、これあ視聴者今まで過去5回で最低だったら嫌だなって僕の時に、まず、豊原さんから自分が老人になった時の理想の施設をってもう喋ってた、いやだけどこれはちょっと掘り下げたいね。ああなるほどね。自分が、豊原さんね、豊原さん、なんか名前バンバン出してばいいですね、うん、別々に書いてた、まあいいね、うん、あれだ、あれ自分理想の施設ね、いや彼女はね、ゲーマーなんですよ、ね、知ってる知ってる、彼女はもう彼女の理想の施設は、あれこうしてパソコン置いてファイナルファンタジーやれば多分大丈夫だから、ものすごくダメ人間って言われそうですけどね多分ね、なんだろう、もうとにかく メガフレア打てたら彼女はいいからね、だけどそれは分かる、俺もメガフレア打ちたいもん、ね、あれはもう彼女に、僕テーブルトークのね RPG ってこれまたねドマイナーなジャンルなんですけどね、うん、それのプレイヤーだってこの間 Facebook の会議で知ってね、はい、非常に親近感が湧いたんですけどね、はい、まあでもこうやってね、オタクの人ってね、自分と同じジャンル被ってるなと思ったら、うん、なんか立場とかね、年齢超えて一気に親密感湧きますよね、はいはい、だからそういう意味ではデイサービスでね、はい、そういう人ばっか集めるっていうのはありはありですよね。あそうだよ、ファンタジー系のデイサービスだよ、ね、うん、デイサービス、ファイナルファンタジー、うん、活動参加で言ったらもう著しい参加ですよ、はい、あそうだよ、ね、参加、もうみんなと一緒にゲームやりたいからデイに行くみたいな、ね、そうだね、それデイで、うん、あれだね、役割決めよ、うん、ね、ちゃんとね、うんうん、役割決めて全然ありじゃないですかね、うん、そうだ ね、 じゃあまあちょっとそういったものを、そういった施設を、豊原さんお金を出してください、ね、今の若い人にはぜひそういうのを作っていただきたいというね、はい、チロは、個室デイサービスが流行ると思う、お前、ね、それほぼ漫画喫茶ですねほぼ漫画喫茶、ね、それ満喫だよね、まあ、僕らのようなそのダメな人間のためにそういうのは、はい、必要ですよね、はい、FF40 も脳性麻痺でガンガンプレイしている人がいますよ、いるだろうな、ね、片手用コントローラーあるんだ、あるんだ片手用、スイッチは片手でもできる、私はデイでガンプラ作りたいです、一緒に作りましょう、そんなね、感じのよ、いいじゃないガンプラね、援助と支援の違いってなんだろう、ああなんだろう、来ましたね、ああなんだろう、援助と支援の違いか、うわ難しいね、難しいな、うん、難しい、フレアは黒魔導士ですが私は白魔導士、はいはい、ケアルケアル、はいはい、競馬場にデイを作ってほしい、おあギャンブル、ギャンブルね、でもギャンブルのほらデイありますよね、ハリムさんあれどう思われます、ね、悪くはないけど、うん、そぐわないなっていう、いいんだわ、うん、でただでこれみんなもねよく覚えてほしいんだけど、うん、生活保護をもらってる人がパチンコをやるなっていうのは全然議論ずれてるから、うん、で日常生活の日本の一般家庭の消費の中で、うん、遊興費っていうものは大体全体の収入における 5% 以内だったら健全な支出だと思ってるね。で、その 5% を社会が正しい間違ってる、うん、いい悪いを定義するのはそれはナンセンスなことだ、うん、その 5% がじゃあなんで読書が高尚で、うん、ね、うん、パチンコならダメなの、うん、それはありますよ、そう、うん、だから結局みんな何をやるかじゃなくて、うん、適正な収入の範囲を超えるからおかしくなっちゃうっていう、うんはいはい、だからその問題を間違えないで、でギャンブルデーに関してはギャンブルデーはちょっと俺は好きじゃないな、うん、好きじゃない、カジノデイサービスっていう広告がこの前言って、うん、カジノデイサービスあるんだけど、うん、これはちょっと好みの問題、うん、いる、うん、難しいな、だけどみんな、うん、だけどこんなん、みんなこんなも中毒じゃん、うんうん、中毒っていうのは まあ、依存性はありますね、依存性があるじゃん、ソーシャルゲート同じだから、うんうん、こんなもんこんなもんソーシャルゲート同じだからね、絶対あるからね、もうしょうがないよね、うんうんうん、競馬場にでか、
うーん、難しいな。はい。ね、はい、はい。まあ、また質問来たらもう随時答えますんで ね。コメント来たら。結構時間経つの早いですね、これね。あっという間にね。何の話をしないといけない、ね、だけどそうだね、まあまあまあ、マネジメントの話を、うんうんうん、あ、まあマネジメントということになってしまいくと、まあ、僕はだからオタクな自分がオタクとしてちゃんと、まあ、なんでしょうね、生き残るというかね、うん、自分なりのフィールド、自分なりの戦い方っていうことを、うん、まあ、あんま無意識的にもこうやってたんで、無意識でしょ、そうそうそう、だからまあ今思えばだからマネジメントなんですよね、いわゆるセルフマネジメントなんですよね、そういう部分はね、うん、別に誰かの真似をするわけでもないし、ね、人に言われてっていうわけでもなくて、ね、自分が自分らしくどう元気でいられるかっていう部分を一生懸命やってましたからね、うん、まあ、今でもやってますしね、ずっとね、あのさ、物に対する執着の、うん、がいびつだよね。物に執着がないわけじゃないんだよ。ああ、もちろんもちろんありますよ、あります。物欲とかもあるんだけど、ただそれが、うん、自分の価値観だよね。あ、そうですね。好きな欲しいものが、だ常に考えるのはこれ今の自分に合ってるかなとかね、うん、まあ、人はこれいい悪いはまあさておきね、うんうん、自分にとってこれが今必要なのかなっていうことは常に考えますね。それはアップデートしていく部分があるしね、そういう意味じゃあのまあ、自分に対するオタクというか、こだわりっていうのはね、こだわりやっぱありますよね。年いったらね、嫌なじいさんになるんじゃないかと思いますけどね。デイサービスで困らすのはこのパターンじゃないかなって、ね、あの、わかる。わかる。あ、そうだわ。風呂入るのもあんま好きじゃないし。ヘリクツこねえんだよ。ヘリクツこねえんだよ。なんだかんだ言いながらね、ややこしいんですよ。そう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 。なんかコメントまた来たかな。別にないか。この後、ね、この後は行こう。井ノ原さんから価値観の相違の理解、重要って大事。はい、重要って大事だと思います。そうですね。オタクとしてはね、例えばオタクってさっきあの話してたんだけど、うん、物語をたくさん見てますよ。ああ、それはアニメなり漫画なり、それは小説だったり、うん、映画だったりするんだけど、たくさんの物語を見てることで、うん、自分のことがですね、やっぱこう俯瞰して見れたりとかね、うん、あるいは相手のことをもうちょっと自分の感情とは別な客観的なことで見れたり、まあ、そういう習慣ってありますよね、うん、だから割と価値観、違う価値観を認めやすいというか、うん、臨床の、だからそれ俺達さんとの話して、あ、なるほどなと思った時、臨床の学びっていうのは臨床の学び、ただ、うんうん、俺たち過去っていくらでも変えれるじゃん、はいはい、さっきね言いましたね、過去の、僕たちは過去を解釈して生きてるわけです、うんうんうん、で解釈はいくらでも変えれちゃう、はいはい、でいい解釈悪い解釈っていうのは、それは僕たちの中にストーリーがあって物語があって、うん、そういったものの積み上げたものが結局僕らの人生の意味付けになっていくわけ、うんうんうん、なんか若い人に、たつもそうだけど僕もそうだけど、たくさんの物語を、はい、本を、そうですね、うん、ストーリーを、うん、で、あんまり物語とかに触れてない人ってやっぱ自分の目線だけで見ちゃって、うん、この外側には世界はない、あるいはこの世界は間違ってるんだっていうね、うんうん、解釈しがちなんですけど、うん、まあ、僕らは物語を大量に見てるので、うん、自分たちの知らない世界が、はるかに広い世界がそこにはあるんだっていうことがね、うん、なんか直感的というかね、感覚的に非常に分かりやすいですよね、うん、で最後の最後作るのは自分の物語だから、これは利用者さんでもそうだし、うん、俺らでもね、そうです ね、うんうん、ね、だからまあナラティブセラピーって言葉もありますけれども、うん、やっぱり自分にとってもそうだし、利用者さんにとっても、うん、また今のストーリーじゃないストーリーというのもやっぱ存在しているんだっていうことね、あるから、そこをなんかあんまり理屈じゃなくてね、うんうん、自分なりでも納得できやすいかなっていうのが、うん、そこ僕はオタクという、はい、そういう物語にたくさん触れてる人の一ついいところかなというのは思いますね、うんうんうん、そうだね、何よりもたくさんの物語に絶対触れないとね、うんうんうん、それは思うね、うん、最近ね、だからね、俺はね、今日ね、タッツァンとね、もういろんな漫画の話をしたかったのにね、タッツァンがね、全然カバーしてくれないもんだからね、もう、すっごいショック、それが、俺、今日。俺が、で、タッツァンには言ったけど、もうタッツァン全然興味ないんだけどさ、俺が今一番好きな漫画家が吉永文なのよ。言ってましたね。そう、吉永文、ね。大奥とか、昨日何食べた書いてる人。ね、もう、ね、吉永文が、もうとにかく、あの人の横顔、描く横顔が好き、はい、で、はい、あの人の描く横顔というのは喜怒哀楽じゃなくて、なんて言っていいのかわからない顔を描くのがすごくうまいのよ、ね、俺の大好物な漫画家っていうのは少女漫画出身で青年誌で描いている人がすごい好きだから、ね、あれだよね、ラントもそうそう、ラントは共通してましたね、ラントは共通してたね、うんうんうん、
ね。あそこら辺少女漫画好きなんだもんね、有馬さんね。ここがまた意外性がすごいよね。じゃあ、姉貴が3人いるから、読まないとしょうがないんだよ。家で読むのは少女漫画しかないんで。なるほど。ね、だから、一条ゆか、だから一条ゆかりはあれ、本当に少女漫画かなと思うけど、まあ少女漫画かもしれないけどね。一条ゆかりとか面白いけど、だからね、あのね、結局あれは構造だから。ね、逆に僕ちょっと少女漫画になってくるとちょっと感情的にヘビーな感じに少女漫画っていうかね女の人が描く漫画が好き。あ、はいはい、鋼の錬金術どうなんですか。いや鋼は鋼好きよ。ね、鋼は女性が描いてますよね。うん、だからさ面白いね。あのだから顔が女の人が描いてる顔の絵じゃん、あのだからあの近代少年の事件もそうだし、あの鋼も、どうしてもさ角張った顔描けないじゃん、女の人って。あれ面白いよね。はいはいはい、うん、出ますよね、線にね、うん、すごいな、もう全然もう、もう今日は完全みんなを置いてってる話だ完全みんなを置いてってます、もういいんだよ、それで、はいはいね、で最近俺がすっごい気になるのが、バキバキね、バキ道、バキね、バキ、バキで最近バキ道を見てるとあの人、あるポイントから、内面世界をずっとと解説するようになって、心理描写がすごくくどいぐらい、ね、くどいぐらいで、ね、あれって基本的な構造は、あれ少女漫画の構造なんだ、あれは、ね、絵柄はとてもそうには見えない、そう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 、ね、あれ面白い。だから、あれがあの恋愛なのか格闘なのか違いで、少女漫画とね、青年漫画の、だからあれ面白いで、今だからあともう一個おすすめが、まあいいか漫画の話は長い、ね、いやでもね、僕本当にね、自分がオタクでね、やっぱ今もそうですけど、やっぱ苦しい時とかね、壁にぶつかった時とかね、何か答えが出せない時のね、今まで見たそういうアニメとか漫画とかね、ヒントになってることはね、多々ありますよね。豊原さんか、物語の多様性は他人の人生の多様性の理解を生むってことですね。ああ、そうだと思う。ああ、はい、そうですね。ああ、そうだね。人の人生の理解だよね。いいこと言いますね。すごいこと言う。まあ、まさにそういうことですよね。だから本当に100人いたら100通りの物語、100通りの人生があっていいんだっていうことが言われなくても分かるんですよね。それ意味あるよね。だからさ、じゃみんなに注意してほしいのが、いい人生悪い人生なんか人が決めちゃダメだ。はいはいはい、いい人生悪い人生って言って、言った時に、我々今日じゃあ3歳で亡くなった子の人生と100歳まで生きた人の人生を、どっちがいい人生って、それ人が判断するほど失礼な話ないよ。ね、ある意味侮辱だよね、それは。そうですね。僕らのジャッジメントする立場の人間ではないですよね、正直なところ。そうだね。そこら辺はね、ちょっと考えていきたいなと思うんだけどね。なんかいろいろ考えてもね。ただこのストーリーということに関して言うとね、やっぱり僕ら地域に出てね、やっぱりこう生活気に関わるようになってから、よりその、僕らが感じているところのストーリーに広がりとか深みっていう、ね、もちろん病院が決してそういうことがないっていうわけではないんですけど、よりまた違う角度でね、いろいろ関われるようになったなって思いますね。それちょっと物語る力、物語の力っていうのはすごく、これは俺もすごく意味があると思う。ね、ただその物語だっていうふうに捉えないと、さっきも言ってて、昨日先に志垣さんがね、いいこと書いてたなと思うのは、セラピストって不確定な情報で決断したり、ものを考えるトレーニングを受けてないから、非常にそこで行き詰まってしまうみたいなことを書いてて、なるほどなと思ったんですよね。やっぱそれをストーリーと捉えずに、さっき言ったように、これは正しいことなの？そうじゃないの？情報はどこ、その決定するためのデータはどこにあるの？って考えちゃうと、行き詰まっちゃいますよね。そう、動けなくなっちゃう。うん、だからそれはどう生きれば幸せになるのっていうのと全くほぼ同意の話になっちゃう。そうですね。そう。そこでね、僕、張本さんもそうかもしれないけど、あまり行き詰まり感を感じなかったり、そこでドーンと壁に当たりにくかったのは、やっぱり物語は多様性があるんだっていうことを分かってたからじゃないかなと思うんですけどね。いや、俺ぶつかったよ。ああ、俺ぶつかったから逆にその物語の大事さということは、そういう意味多分伝えれると思う。全然うまくいかないもん。僕もうまくはいかないですね。うまくいかない。じゃあどう考えないといけない、どう考えるべきなのかっていうね。そこら辺はね、それはもう漫画でも小説でもビデオでもアニメでも何でもいいかもしれないけど、本当にね、無駄なその学生時代とかのそういった僕が好きだったものとかの経験とか学んだというか見たものは無駄にはなってないなって思いますよね。たかたか漫画でしょっていう感じだけど、でも本当に今の僕の基盤を作ってますよね。それは会社を運営するようになっても、そういうところってね、やっぱありますよね。張本さんとそこでね、ちょっとね、作品というか年代かぶってないんだけど、共感できるところがあるっていうのはね、
すごい嬉しいですよね。ちょっとね、まあそういう共通文化あるとなんかこう立場とか年齢ポンとね、超えることもねできちゃいますよね。いろんな、まあまあ、いろんな話をねしていかないといけないけど、あと実はもうあと5分だね。まとめなあかんかな、ね、どうぞ。まとめる必要、まとめる、まとめる、ああどうどう決めていくね、まとめる、ね、まあ一言で言うとね、こんなにダメな僕らでもちゃんとやって生きてますから。一緒にするな、一緒にするな。こんなにねおっぱいおっぱい言ってたりとかね、ダメな僕らでもね、曲がりなりにもね大社長やってたり、まあまあ一応かろうじてね会社なんか運営できてますし、はい、まあ、そんな未来は当時は全く想像できてなかったですからね。多分大事なところって、うん、大事なポイントってそういうことじゃないんだろうね。なんだろう、大事なポイント、大事なポイントね、大事なポイント、やっぱり僕は自分がどうあるべきかと、 あと周りの人たちがどうありたいのかっていうことをやっぱり考えるってことかな、自分が自分が何したいのかは、すごいよね、いるよね、いります、いるよね、それがないとできないですよ、そして周りの人たちはどうありたいんだろうっていうことを、まあ、できうる限りやっぱ真剣に考えていく、本当のところは分かんないですよね、分かんないけど自分なりにそこを一生懸命考えていくっていう、そういう姿勢かなと思いますけどね。だからね、これ見てる若い方もね、いると思うけど、いつまでに何がしたい、これだけはもうずっと言っとく、それそう簡単に分かんないんですよ。毎日何時間も何時間も考えて自分と対話する、人にね物聞いたり、人にネットとかで尋ねたり、検索する人は多いんだけど、自分自身に真剣に尋ねるって、そういう機会をやってる人ってあんまり出会ってないですよね、これ難しいんですよ。何時間も何時間も自己問答しないと、ね、出てこない話ですよね、自分が本当に何をしたいかなっていうことは。それはすごく意味のあることだと思うから ね、残り4分、まあ、あとはそうですね、バイザーに向いてないって言われても大丈夫ですね。もしも学生の人が見てたら、バイザーからもうお前は理学療法士になっちゃいけないとかね、やめた方がいいって言われたら、言われても全然、この2人は座ればくってましたから、大丈夫大丈夫、ね、先ほどさ、本当無料、理学療法士で、PTOT で、なんだろう、大概なんかきちんとなんか社会に出てやってる方って、結構学生の時はなんかいろんな武勇伝お持ちの方が、ね、いやいや、この人どうなっちゃうんだろうって人がね、結構いますよね。ちょっと言えませんけどね、とても言えましたよ。僕らの時もひどかったですけどね。はい、まあまあまあ、もう実習先でナンパとかね。いやもうやめろお前、そういうなんかリアルなやつやめろ。ね、学生がね、学生がバイザーの方に手出しちゃってくらいな、ね、そういう人もうレポート出せませんでしたって、前日ドライブとかね、もうひどかったですね。ちょっとごめん、俺もそこまで言え。今回ごめんなさい、 CM さして、9月30日発売かな、9月30日に骨粗しょう症を原因とした脊柱圧迫骨折の、病態理解と運動療法という本が出ました、赤羽先生 の本なんですが、非常に自慢なんですけど、なんかこれだけの多様な図を用いてやっております。お値段も非常にお求めやすい3500円となっておりますので、私もさっき拝見させてもらいまして、非常に分かりやすいですね、ジンさんの本はね、どれも分かりやすくてね、好きなんですよね、そこそこ買ってます。はい、そこそこ言うのは全部そこそこ買ってます。はい、はい、ぜひご購入ご検討ください。次回のご案内も一緒にしようかな。次回、9月28日、もうすぐですね。もうすぐですね。また、19時から、今度は、今日は訪問看護リハビリステーション寄り添い屋の障害エンディングプロジェクトリーダー、看護師、理学療法士、介護福祉、長いな、の、羽田先生をお呼びいたしまして。羽田君来たのか。羽田君、はい。羽田君とは実はね、京和さんとは本社が近いんでね、すぐちょっと読んでね、できるんですけど、いろいろちょっと、社会保障とビジネス感覚、相性の悪いものとの統合と考え方、今日たくさんと話できなかったんだけど、このリハビリテーションっていう、このもう効率性の対極にある、はいはい、もうすごい、もう泥臭いけど意味のあることと、このビジネスっていうお金を儲けなきゃいけない効率性が最優先されるものをどういうふうに統合して落とし込んでるのっていうのは、いろんなところで話聞いたけど、まあ今日はちょっともう全然話できなかったけどね、結構まともなテーマですよね彼ね。ごめんね、ちょっとごめんね、あなたのテーマはもうごめん、
もうね、俺の中であなたと志垣の会は相当緩いテーマでいくから、いやもう光栄なことですよ、はい、ね。じゃあ、もうそろそろお時間いっぱいとなりました、ね、最後何かお伝えすることありますか。いやいや、皆さんね、このようなテーマで最後までお付き合いいただきね、ありがとうございました、はい、もうオタクでもね、マイノリティでも変わっててもね、大丈夫です。皆さん元気でね、活躍しましょうよ。ね、時代は今変化してますから。予備会議戦なんか新興宗教みたいな。はい、それではちょうどいいお時間になりました。第5回リハのみチャンネル、リハプラス代表の辰川先生をお呼びいたしまして、はい、今回お送りいたしました。どうも辰川先生、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも皆様ご視聴どうもありがとうございました。